以外は男の子、エナコログさんにゃんこを持ちです。今回は、VC の購入の注意点は、VC クライアントのボイスチェンジで感覚的なオーディオインターフェースはいるのか、また設定はどうしているのか、になります。あくまでも個人の感想の動画になります。まず声についてなんですけど、ニャンコロモチは声に男らしさが全集中しているため、かなり低音で、なおかつエッジもかなり効いています。まずお声について。以前に挙げた20種類程度 RVC を試した動画を見ていただくとわかるのですが、自分で RVC 作るのが大変だなっていう方はブースで購入しましょう。そして私のような声の方は、なるべく可愛い系の声をおすすめします。ハスキー寄りの声は、エッジがより残って違和感なくしまいます。あと、できるならお高い方が確実です。という点なんです。次の機材について。最初の使用マイクが、ミルムカメラです。はい。最初は特に支障ないなと思ってたんですけど、余計な音をマイクに入れないように調整すると、ムビが変化されない。声の語変換は結構な支障を感じるようになりました。で、変換を優先すると、ノイズやコントローラーやマウスのクリック音は入る感じです。で、もちろん、ボイスチェンジ含むローカル録音には、もちろん向けないと思います。その次が、赤毛のライラちゃんです。コンデンサーマイクです。使用設定が難しい印象で、マウス、キーボードのクリック音も結構使用してしまう。ボイスチェンジや配信ではそのため扱いが難しい印象。声の変化はもちろん、水カメラより優秀です。ボイスチェンジ含む、ボーカルには問題ない印象で、ただ、防音がしっかりしてないと、反響を拾ってしまう可能性もちょっとあるのかなって感じでした。ただもし私なら、こいつの方はいつも聞いている自分の声と違いを感じて、違和感があると思います。次が、リゾナンススタジオ、オーディオインターフェース。で、ハイザーのダイナミックマイク。これ友人からちょこっとだけ借りて使ったんですけど、変換も問題なく、またボーカルもいつも聞いているズスンの声と遜色。遜色なかったです。というわけで、自分に遜色ない声で歌いたい方は推奨です。ただなんか偽物が出回ってるらしいので、購入時は注意が必要です。オーディオインターフェースに関しては、後で感想を言います。で、今は、赤毛のコンデンサーマイクです。で、オーディオインターフェースは6つの M2。これせっかくなんで友人に借りたものと違うものにしようと思って購入しました。マイクもアドさんが使用しているということで購入。理由は本格的に歌ってみたをちょっとしたかったなっていうためです。マイクに関しては地声のボーカルは残念ながらいつも聴いている自分の声と違いました。ボイスチェンジの変化は問題なく今までで一番いいのかなっていう印象です。ただその面、まあ、コンデンサーマイクというか単一指向性なんで、使用はまあ、結構、控えめな印象で、苦手なのかなっていう。なんで結構ね、マイク20センチくらい、までは絶対近づけた方がいいのかなって思います。今だったら10センチぐらいとかでもいいかもしれないですね。で、オーディオインターフェースについてなんですけど、プレイゾーナンススタジオ、オーディオインターフェース。
もちろんパソコンにヘッドホンをするのは使用よりは必要です。借りた期間短かったため、仮想はそれぐらいしかないんですいません。で、次が、モッツの M2 なんですけど、選んだ理由は、7カップ体の中では、ヘッドホンで聞く音がかなり音がいいっていう情報があったためです。自分は音質にも結構こだわりがあるので、実況するにあたっても、ヘッドホンで聞く音質にはある程度こだわりたかったっていう理由です。実際にかなり音もよく満足しています。ちなみに、ダウンもついてたんですけど、どちらかというと、楽器用だったので使ってないです。であとは配信ならよく聞く AG03 のシリーズなんですけど、これは V スチェンジ使用者には向いてないので、除外しました、最初から。いろいろ聞いてもらったり調べたりしたんですけど、どうしてもやっぱり V スチェンジの前に、2番をかけるととんでもない支障が出るらしいです。2声での配信のことはもちろんおすすめだと思います。というわけでね、ボイスチェンジの前に、やっぱり音声変化したりどうこうとかは、入ってないと思います。で、ちなみに使用してるヘッドホンは、ゼンファイザーのオープン型のヘッドホンです。で、設定なんですけど、VC クライアントは、現在最新の分は使ってます。で、ここからなんですけど、特に自分のような声質だと VC クライアントでノイズ除去等を行うと、声が雑音扱いされてしまうんですよね。なので、ノイズは全部オフにしてます。3つあると思うんですけど。で、ノイズゲートも120にしてます。ここぐらいにしないと、普段通りにごそごそって喋ると、全然語尾語尾を聞き取ってもらえなくて、はい、雑音扱いに切り離されます。ね、その代わりに OBS で音声変換後に、ね、一番最初にノイズ抑制低負荷をかけて、なんか、バジャ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 ーみたいな。なぜか乗るんですよね、微弱のノイズは。それを除くっていうことしてます。で、次は、自分で変換後の音にここであげます。やっぱ最初から音を上げとくと、ノイズが余計に乗っちゃうんですよね。VG クライアントにしろ、マイクオンにしろ。多分、いろんなね、音拾っちゃうんでしょうね。はい。というわけで、ギュンで反感音の音を上げて、ノイズが極力、乗ることを避けるっていう。はい。で、最後に、リミッターで、大声ある程度出しても、音割れしないように調整してます。で、ボイスチェンジの遅延軽減のために、同期オフセットあると思うんですけど、-950かけてます。これでだいたい約 0.5 秒程度の遅延が抑えられます。で、ちなみにチャンコは 0.1 で、X とナは 0.34 です。以上が今のニャンコロムチの環境と設定などになります。というわけで参考になれば幸いです。というわけでね、はい。以上がね、今回の動画ですね。参考になればいいなと思うんですけど。はい、ちょっとね、一旦戻りまーす。はい、というわけでですね。はい、以上がね、今回の動画になります。これでね、またなんかみんなが役に立てたらいいなぁと思います。というわけで、ではではまたね。バイバイ。曖昧のクシクシン。腹のクシクシン。じゃあねー。